H2 ロケットと総合開発推進旨、筑波宇宙センターは、茨城県筑波市の筑波研究学園都市内にある、宇宙航空研究開発機構が所有する宇宙開発計画関連の独立行政法人施設である。略称が TSC でないのは、同じ JAXA の種ヶ島宇宙センターと区別するためである。筑波宇宙センターは、宇宙開発事業団が N、 アイロケットの打ち上げに向けた準備作業を開始した1972年に開設した。2003年の JAXA 発足とともに、ナスダの事業をほぼ受け継ぎ今に至っている。法人統合時において最大規模の組織であり、種ヶ島宇宙センター、角田空センターの運用担当機関でもあった。主な内訳としては、技術メーカー出向者と、 宇宙開発事業団採用の職員からなっていた。センター内は緑豊かでおよそ53万平方メートルの広大な敷地に様々な施設がある。センターでは宇宙飛行士の育成、宇宙開発の研究及び試験、これまでに種ヶ島宇宙センターで打ち上げた人工衛星の追跡や管理が行われている。無料で入館できる展示館、 スペースドームが一般には知られている。スペースドーム以外にも宇宙飛行士養成施設や希望完成室など一部を対象に予約制、見学ツアーを実施している。このほか宇宙開発関連図書が専門の図書館がある。年に2回に特別公開を実施している。筑波宇宙センター内には宇宙航空研究開発機構の組織のうち次の本部を設置。 各本部の目的は宇宙機関システム本部が宇宙開発に必要なロケットや通信諸島の開発、運用。宇宙利用推進本部が実用衛星をはじめとした光学実験衛星の開発及び運用、そしてそれらの利用の推進である。有人宇宙飛行に関しては宇宙機関システム本部にて実施。また宇宙開発計画を実施するプログラムグループとして 宇宙ステーション試験棟内部一般見学者向けの展示館で館内面積は1460平方メートル。旧宇宙開発事業団が打ち上げた初の人工衛星である菊シリーズ以降、第一、家具や希望、コノトリといった日本の様々な宇宙機やロケットの実物をまたは縮小模型が置かれている。宇宙服姿での撮影コーナーもある。 なお2007年4月21日に行われた特別公開で、センター正面近くの屋外に H2 ロケット試験機が横向きに特別展示されたが、現在は常設展示となっており、2007年秋には LE-7 エンジンが取り付けられて展示されている。ありがとうございます。